畑です、ぶどう畑です。ほら、もうね、いいよ。こことかは冷すぎる。これはでも普通の土っぽい。そろそろぶどうが収穫の時期に近づいてきました。ピアントボルボンドンシュ。Ça c'est... Bah, de toute façon, c'est pas couteau. Mais c'est pas、donc、un couteau. Des... Voilà, c'est le couteau, donc...、Oui. C'est le dernier, pas lui. Dans ce endroit, le boudou est en train de se faire. Le temps est bien, c'est bien. Il ne fait pas beau du tout maintenant. Oui. Oui.ね、この辺どう？そんなにピオピオって何？どう？あ、でもな、結構やられてるね。うん。C'est pas, ça pas l'air très... Ça pas l'air, ça a l'air... この土、こんな感じ。パッと見だけじゃね。でも結構ほら、葉っぱがダメになってる。やっぱ温度マジ、はい、やっぱマロ、はい、手入れは結構やばいかも、はい、うん、結構手入れやばいかも、うん、あるらしいよ、うん、グホンクルーはこうしたこう丘の上にあるところにあるものも多くて、ここは今ダンバクラビルという村なんですけど、フォンクシュタインだっけ、フォンクシュタイン、フォンクシュタインという本区あります。みんなね、自分のとこの畑は知ってるんだけど、ここやばいな、なんか結構まだ収穫前なのに、あ、フルマンさん、フルマンさんは日本では、コストコに卸してるネゴシオンと呼ばれるようなとこですね。結構こうやって見ると歴史もあるんですけど、その畑が大きいから分かると思うんですけど、人んちの畑だ。よいしょ。ほら、私がさっき言っていたのはこういうふうにすでに枯れてる葉っぱが結構多いので、ちょっと分かります？ぶどうもどうかなと思います。土の感じはこんな感じ。こうやってね、石ころがあったりするので、こういった石ころとかがその土壌の味に関係してきます。うん、ちょっとこの感じはやっぱりネゴシオンだから手入れのところが行き届いてないのかもしれない。あの、人の悪いところとかは話をする気はないんですけど、泣きもしないでもね。森出るのかな。ちょっと上の方なんでこんな感じになってます。分かるかな。今8月の中旬です。収穫は多分8月末。畑が人ん家によって違うのが分かるかもしれないので少し歩きたいと思います。ここは逆に で、グホンクルーはこう結構こう丘の上にあることが多くて、なんでかっていうとその方が日射が良かったりとか、その気候がいいことが多かったりするので、で結局その
作業がしにくいので、昔はこういう丘の上、平らなところが高くて丘の上の方が安かったんですけど、結局土壌のことを考えたら、ああいった丘の上とかの方が作業はしづらいですけど、美味しい土壌美味しい土壌で、あの美味しい今ブドウが取れるということで、グホンフのことが多かったりして、後からね、いろいろ土壌のこととかも調べてなったと思うんですけど、これピノノワじゃない？そしてピノノワの、ほら、これピノノワあるかな、ね、土こんな感じで、うん、グラニットだよね、きっとね。ほら、モバホッペということで、はいはい、帰ろう帰ろう。なんかね、天気良かったんですけど、雨降りそうなんで帰りますこれなんか畑がちょっとかわいそうなことになってる。今さっき実ってたの見ました？ほら、もうまだ収穫前なのに、どうなんだろう。私もそんなに畑詳しくないんですけど、結構なんかやられちゃってる。一個こうやってこれ火の関係と病気の関係の時があるんですけど、この葉の葉っぱの病気って種類にもよるんですけど、そのままして映んないんですけど、その菌を触った手で次の葉っぱを触っちゃうと次に移っていってしまうっていうのを聞いたので、もしかしたらそういう影響があるかもしれない。こことか直射日光当たりすぎちゃうから、結構どうなのかな。本当に今年は雨が少なくてって、今雨降ってきた雨降ってきたけど、ちょっと乾いててどうなのかなという感じはあるんですけど、収穫だから早まるんじゃないかなという気がするんですけどね。やっぱり暑すぎても良くないし、あれだとね、冬寒いんですけど夏暑いんでしょうということで、ではではこの辺で切ります。鐘鳴ってる。